はい、こんにちは。今日ですね、こちら運光寺というねお寺から登るさなげ山のルートです。先日はですねさなげ神社の方から登ったルートをご紹介しておりますが、今回ですね瀬戸市側からね登ってみたいと思います。名古屋からねこちらも1時間弱で到着できるかと思います。なんかねイベントやっておりますね。椿祭りやっております。結構混んでますね。今日はねかなり賑わってます。天気も非常にいいので心地よく登れるんじゃないかと思います。このようにですね結構こういった階段が続くので、まあ、これはね淡々と登っていきますが結構きついですね。ところどころこのように展望できる場所が開ける場所が、ね、あります。それで今10分ちょい登ってきました。結構森というか森林の中をね抜けるコースというのは時間というのはほとんどなくて、もうすぐにこういった登りにたどり着きます。めっちゃ速いトレイルランニングの人がね結構いてすごいなって思いますね。沢に行き当たりました。そしてここで分岐しますね。ルートが二手に分かれます。そこに、ね、トイレがありますので便利な登山道だと思います。下にねちょっと下って行ってみたんですけど特に何もなくねよく分かりませんでした。なんか釜の跡があるんですかね。ちょっと後で調べてみたいと思います。はい、山頂に到着しました。結構ね今日はいい天気、人がいますね。山頂こんな感じの景色です。はい、ですね、山頂は結構ね人がいっぱいでテーブルも埋まってましたので、ちょっと下ったところにねこういった広場というかなんかハンモックみたいなのありますね。なんかロープがあって遊べるのかな。ここでこう座れる場所があるのでラーメン食べたいと思います。このねフェムトストーブなんですけどちょっとねこの五徳のこの回転がぎこちないのとあとこの広げるときにね少し引っかかる感じがあるのでこの辺は上位グレードの方がスムーズにいくのかなって思ったりもします。ちょっと引っかかるんですねここ摩擦というか。なのでこの辺の精度はまあそれなりっていう感じです。ウインナー売ってなかったのでスモークタンスティックをごま油でも食べれるんですけどねちょっと温めてみたいと思います。
下りはね非常に楽ですね。階段とかこういう、まあ、ある程度舗装というかされた道ですので、結構楽に降りてこれると思います。まだねこの季節そんなに暑くもなく寒いっていうわけでもなく心地いいシーズンだと思います。佐竹神社からね行くルートと違ってこちらの瀬戸の方から行くルートは非常に人も空いていて、個人的にはちょっと小走りするコースとしてはおすすめしたいなと思います。結構なだらかな道がね降りてくるにつれて続いておりますので、こういったとこは非常に快適に走れるんじゃないかなと思います。ところどころこういうベンチとかね休憩所があってですね、普通に登山をする方、初心者、子供、お子さんでもねゆっくりゆっくり普通に歩いていけば特に手をつくような場所もありませんので、問題なくたどり着けるかと思います。ということで降りてきました。非常にね手軽に来れてかなりおすすめのコースだと思います。今回はですね、上りがねだいたい1時間ぐらい、下りがそれよりもねもっと早い時間で来れると思います。まあ、小走りという感じでそんな感じですので、もう少し早い方はねもっと早く登れるんじゃないでしょうか。ということで今回はですね佐竹山を瀬戸方面雲光寺の登山道から登ってみたというルートをお伝えいたしました。ではねこれから春登山シーズンになるかと思います。どん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 ね人も増えるかと思いますけれども、また愛知県の低山を登ってご紹介したいと思います。いい山あったら教えていただきたいと思います。条件としてはね名古屋市から1時間ぐらいで行けて、上り、下りでだいたい1時間、そしてまあ頂上に滞在20-30分という感じでしょうかね。そんな山あったら教えてください。ではでは今日も見てください。どうもありがとうございます。